タルトゥ天文台本館、タルトゥ天文台は、エストニア共和国、タルトゥ県にあるタルトゥ大学の付属施設である。タルトゥ市内にある旧天文台とタルトゥ市郊外にある新天文台と二つの施設がある。旧天文台は現在ではタルトゥ大学博物館に所属する天文展示棟となっている。新天文台は現役の観測施設であり、 エストニア最大の天文台である。旧天文台は世界文化遺産にもなっているシュトルベノ即地庫の起点としても知られる。タルト天文台が立地するタルト市、あるいは天文台を所管するタルト大学は、正常によって何度か名称変更があり、それに伴って天文台の故障も変化している。元々はドイツ流にドルパト天文台と称し、その後、 UDF 大学天文台を経て、エストニア5名でタルト天文台と呼ばれるが、以下では便宜上、タルト天文台に統一して記述し、タルト大学、タルト市についても同様に扱う。タルト旧天文台の石板がタルト天文台の歴史は、1802年にタルト大学が再開した時点まで遡る。1805年にタルト大学の数学教授で、 初代天文台長となったヨハンパフが自宅に天文観測機器を設置したことが天文台の始まりとされる。その後、タルト市内の仮設天文台を経て1808年に東名の丘の端で高級的な天文台施設の建設が始まり1810年に完成した。タルト天文台の設立年については着工した1808年とするものと 竣工した1810年とするものとがある。9インチフラウンホーファークス設望遠鏡設立からの四半世紀でタルト天文台は天文学会に大きな影響力を持つ存在となる。その立役者はフリードリッヒ・ホン・シュトルーベであった。シュトルーベはタルト大学の学生であった時から天文台に出入りし、大学所有の観測機器を天文台に搬入、設置し、 本格的な天体観測を開始した。その後、学位を取得すると、シュトルーベは、タルト大学の教授、そして、天文台の三代目大長に就任した。当初、ドロンド星の守護儀で観測を行っていたが、一天文学的な精度に満足していなかった、シュトルーベは、1822年には、ライヘンバッハ守護館を導入、さらに、年収資産の測定を目指して、 合径9インチのフラウンホーファー屈折望遠鏡を導入した。フラウンホーファーの望遠鏡は色消しの大物レンズ、重りを使用した自動追尾式赤道に温度変化の影響を考慮したレンズ支持方式などの新しい技術を採用した当時世界最大最高性能の屈折望遠鏡であった。フラウンホーファー屈折鏡は 非常に高価なものであったが、経緯度の高精度での決定をテーマに、学位論文を執筆したシュトルーベは、天文学のみならず即地学に長けており、ロシア帝国軍将校に即地学と地図作成法の技術指導をしていたことにより、ロシア皇帝からの潤沢な資金援助があって、購入することができた。シュトルーベは20年以上、タルト天文台で観測を行い、 三千以上の銃声を収録したカタログを作成、その集大成といえる二重声及び多重星の精密測定の出版やベガの年収しさの決定に成功するなど大きな業績を上げた。しかし、プルコボ天文台の完成とともにプルコボ天文台長となり、1839年にタルトゥ天文台を去った。シュトルーベの後、1840年から大長を、 勤めたのは、精度の高い月面地図の作成で名を馳せた、ヨハン・ハインリッヒ・メドラーで、1864年まで、その地位にあった。メドラーは、シュトルーベが行っていた観測を引き継ぎ、また、精力的に書籍や論文を執筆し、タルトゥ天文台の活動を世に印象づけた。メドラーは、優れた普及者でもあり、著書、万人の天文学は、万を重ね、 世界中で読まれた。メドラーの下では、トーマス・クラウゼンや、ルートビッシュバルツが研究を行い、いずれも後に大長となった。一方で、メドラーは、観測機器の更新の意識は低く、19世紀後半に、時代遅れの観測施設として、タルトゥ天問題が低迷する一因となった。旧天問題を描いた、絵画19世紀後半には、ロシア帝国は、 中央集権的な科学政策を進め、天文学もプルコボ天文台に権限が集中し、タルトゥ天文台は地方の一天文台に過ぎない存在となる。合わせて、ロシア化政策も進められ、ドイツ語で教育研究を行い、実地にこだわる大学への国費の投入は縮小し、タルトゥ天文台はさらに厳しい状況となった。この頃、天文台では、 系統的な気象観測を始めたり、地震学に力を入れたりしており、気象台や重力観測所を兼ねた複合的な研究施設となっていった。天文台としても、若い天文学者が研鑽を積む場として機能し、オスカル・バックルンド、エルンスト・ハルト・ビッヒやルド・ビッヒ・シュトルーベラが研究を行っていた。19世紀の終わり頃、ロシア化が果たされるとと,ともに、大学の財政は上向き、 天文台にも新たな観測装置が導入された。1897年には、レプソルト天頂望遠鏡が、1911年には、フラウンホーファー望遠鏡に代わる後傾8インチのサイスク施望遠鏡が設置された。ロシア革命と、それに続くエストニア独立の後、初めてエストニア人が大長に就任し、やがてエストニア出身のエルンストエピックが、 タルトゥ天文台での観測を始めた。エピックはここで天文台の伝統とも言える一天文学的な観測のほか、惑星や流星の研究であったり、アンドロメダ銀河までの距離を世界に先駆けて推定するなど様々な成果を上げた。また、エピックはエストニア軍に協力することで天文台の地位を向上させたり、現代的な天文学研究室を整備し、 クリゴリクズミンら優秀な弟子を残すなど、天文台に大きく貢献した。第二次世界大戦におけるドイツソ連の侵攻による混乱で、天文台施設は無事だったものの、略奪などにより収蔵されていた観測機器などには損害が出た。戦後、エストニアはソ連に並行され、タルトゥ天文台はタルトゥ大学の付属施設からソ連科学アカデミーの従属機関となった。 エストニア科学アカデミーの管理下に移った、旧天文台前に設置されたシュトルーベの記念碑。エストニア科学アカデミーは、大学から引き継いだ、古い施設ではなく、自前の新しい天文台建設を施行した。タルト市から南西におよそ2 0トルの郊外に建設地を定め、1958年に建設開始、1964年に、 完成し、偉大な先人にあやかって、ビルヘルム・シュトルーベ天文台と称した。天文学者のほとんどは、完成とともに新天文台へ移っていった。旧天文台は、歴史的な観測機器や資料を展示する、博物館として利用され、1969年には、旧天文台前にシュトルーベの記念碑が建てられた。新天文台には、新しい観測機器が導入され、 1976年には、北欧最大といわれる高径1.5メートル、カセグレン式望遠鏡が設置された。タルト天文台の60センチメートル反射望遠鏡を旨。ソ連が崩壊し、エストニアが独立を回復した1990年代、フラウンホーファー屈折望遠鏡のお色直しや、旧天文台を含むシュトルベの即地庫の保存運動が行われた。 1996年には、旧天文台がエストニア科学アカデミーからタルト大学へ返還された。その後、タルト大学博物館の天文展示施設となり、2009年から2010年にかけては建物の改修が行われた。新天文台は、1995年に名前をタルト天文台と改めた。1998年には、 サイスの合計60センチメートル反射望遠鏡が完成した。2011年から2012年にかけて、新天問題の本館も改修が行われた。2018年からは、新天問題もタルトゥ大学の所管となっている。タルト旧天問題では、常設展示としては、シュトルーベの業績を示す資料や、フラウンホーファー屈折望遠鏡などのタルトゥ、 天文台で使われた歴史的な観測装置などが公開されている。祭事として天文学の講座、プラネタリウム投影、夜間の天体観望会なども行っている。タルツ市のハンザデーの際には恒例行事として旧天文台周辺は科学の街となり、科学の公開実験が行われたり、エストニアにおける過去、現在の科学的な成果の紹介や、 危機の展示といった出展があったりする。旧天問題では、1988年6月23日に、現在のエストニア国旗がソ連による禁止から、復活したその日から、国旗を掲げており、エストニア独立100周年の独立記念日には、旧天問題で国旗を称える式典が行われた。2005年には、シュトルーベのソクチコの起点として、旧天問題本館が、 世界文解産の構成資産の一つに認定されている。タルト急転問題は、即地庫の登録地の中で、建物が測量点に使われ、それが現存している数少ない例である。シュトルーベが実際に用いた測量点は、急転問題内のある一点であるが、それはずっと保存されていたわけではなく、2002年に復元されたものである。タルト天問題は、 タルト県老軍トラベレの丘に位置する。所在地の地名からトゥラベレ天文台と呼ばれることもある。タルト天文台はタルト大学理工学部参加の研究機関となっており、天文学、リモートセンシング、宇宙工学の各分野で研究を行っている。小惑星トゥラベレはタルト天文台がある村の名前にちなんで命名されている。 回収中のタルト天文台1.5メートル反射望遠鏡。タルト天文台には稼働中の主力望遠鏡が3台ある。合計1.5メートルカセグレン式望遠鏡は北欧最大の光学望遠鏡で主に分光観測に用いられる。60センチメートルカセグレン式望遠鏡は主に速光観測に用いられる。最も新しい望遠鏡は アマチュア天文家から寄贈された31センチメートルドールカーカム式望遠鏡を自動望遠鏡化したもので撮像速光観測を行っている。主要な望遠鏡は天文台本館とは別にドームや望遠鏡胸に設置されており1.5メートル望遠鏡胸は敷地の西端にある。タルト気象台の観測点はもともと旧天文台にあったが1997年からは 新天問題に設置されている。気温、風速、降水量の継続的な計測に加え、太陽紫外線の測定なども言っている。また、タルト天問題は、リモートセンシング分野で、欧州宇宙機関の協力機関となっており、装置開発や、試験のために、主に紫外線から近赤外線の波長域で精密な、放射測定、構成を行える、実験室を備えている。 ありがとうございます。